こんにちは、のり太郎です。今日は、有名 YouTuber で、まあ、税理士で、まあ、事業家でもある永江先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。今日はですね、はい、私の視聴者さんコインコレクターの方が多いので、はい、まあ、その方も税金をだいぶ気にされている方がいらっしゃるので、はい、ちょっといろいろと聞けたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高いですね、税金。そうですね、嫌になっちゃいます。嫌になっちゃいますね。はい、ご公公民って言われてますが、はいはい、まあ、特にサラリーマンの方は苦しんでる人が多いと思いますんで、はい、ちょっと今日はいろいろと聞けたらと思いますので、はい、お願いします。よろしくお願いします。でまずちょっとお聞きしたいんですけど、私最近コイン持ったら法人取りましょうみたいな話をさせてもらってるんですけど、まあ、よく個人事業じゃなくて通常の税金の話で言うと、法人作るっていうのは年収1000万とか2000万ぐらいないとあんまりメリットないですよみたいな話なんですけど、まあ、そういう資産管理会社の場合はその基準に当てはまるかどうかっていうのをちょっとよく聞かれるんですけど、はい、あんまりそんなにないんですけど作る意味あるんですかみたいなこと言われるんですけど、そのあたりはどうお考えかなと思いまして。はい、ですね、どのぐらい儲かるつもりでいるかによって変わってくるんですけど、ああそうですね、一つはそうですね、どのぐらい儲かるつもりかっていうのと、はい、もう一個すでにいくら稼いでるか、この2つで作るかどうかは変わってきます。はいはいはい、はい、で会社員の方前提でいいですか、これは。あ、そうですね、まあ、会社員でコインコレクターっていう人も結構多いので、はい、会社員でコインコレクターの方ですね。はい、はい、そうするとすでに会社員としての収入があるので、コイン売った時にコイン売った利益に対する税金がこの給料と合算されちゃうので、はい、税金高くなっていっちゃいますよね。そうですよね、はい、でこれ以上高くしたいなって時は一つプライベートカンパニー考えてもいいかなって思うのと、はいはいはい、もう一個その将来コインを売った時にどのぐらい利益を出すか、例えば100万ぐらい利益出すつもりです、うん、ってならもうめんどくさいんで作らなくていいと思います。プライベートカンパニー作っちゃうと税理士に決算やってもらわなきゃいけないので、はいはい、まあ、毎年どうですかね、30万は少なくともかかると思うんですよね。そうですね、はい、でコインを例えば5年後に売ります、プライベートカンパニー作っておきます、はい、5年で税理士に100万かかっちゃいました、コインの売却100万です、意味ないですよね。そうですね、はい、その場合は意味ないと思いますね、はい、でコインの売却して例えば1000万以上利益を狙っていくとすると、例えばプライベートカンパニー作っておくと、まあ、いろんな例えば家賃とか、はいはい、通信費とか、はいはい、例えば車を会社名義で買うとか、はい、いうことができます、はい、で個人でコイン売買してても、はい、まあ、家賃は多分経費できないですね。そうですよね、経費できないです、はい、これが会社にして会社名義で、住むところを買っておくと、はい、家賃の9割ぐらいが経費できたりするんですね、はい、役員社宅制度っていうルールがあるんですね、はい、でそうすると、まあ、なんですかね、結構生活費部分を、まあ、合法的に会社の経費にしてコイン売却した時の利益と、ね、圧縮できたりするので、そうですね、お得かなって思いますね。ああ。まあ、100万ぐらいの利益であれば、はい、おっしゃる通り意味ないと思うんですけど、まあ、多分コインで5年持つとそんな利益じゃなかったりも結構するので、だから、まあ、そういう場合は、まあ、お得だったりもするかなと、ね、はい、考えるいう感じですね。考え始めるとやっぱいいかなと思いますね。ああ、分かりました、まあ、今後5年10年持たれるんであればそういうのもいいかなと思います。はい、はいはい、じゃあ続いてなんですけど、まあ、アンティークコインとか、まあ、モダンコインとかそういうコインを、まあ、赤字の法人に持たせて、まあ、貸すとかあげるとかして相続するということについては、うん、そのまま渡すのとよりも、まあ、一応私的には合法的というかですね、しっかり相続もできて相続で対策、まあ、これも多分個人の資産の大元が大してない場合は関係ないと思うんですけど、はいはい、いっぱい持ってる方ですね。いっぱい持ってる方は、はい、いっぱい持ってる方だと税金が安くなると思うんですけど、はい、例えば世界に1個しかないコイン、はい、で、オークションに出すと、まあ、じゃあどうしよう、1億円にしましょうか、1億円、はい、がつくかもしれないコイン、はいはいはい、まあ、ね、競り上がったりすることもあるんですね、はい、そうですね、そんなこともありますね、はい、じゃあこの1億円になるかもしれないコインなんですけど、はい、このコイン
まあ、乗りだとさ、コイン業者じゃないですか、はいはい、このコインを業者として買うとしたらいくらで買いますか。おお、1億円になるかもしれないコインですか。まあ買い取るとなると2、3割ですよね。はさすがに聞かないとリスク高いので、うん、はい、まあ、3割は引くかなとは思いますけど、はいはい、まあ、そうすると7000万っていう評価ですよね、はいはい、で、7000万の価値があるコインなんですけど、はい、もうこのコイン親が昔からずっと持ってて、うん、結局いくらで買ったのか分かんないし、はい、もう相続しても価格の評価分かんないみたいな時ってあるじゃないですか。あると思いますね、はい、こういう時って、はい、そのノリトロさんみたいな人に、はい、あの税務署がいくらですかって聞いて、はい、あ、じゃあ7000万ですと、あ、じゃあ7000万に対して相続税払ってくださいねっていうふうになります、はいはい、そうすると個人で引き継いじゃうと、はい、この7000万に対して税金かかっちゃうんですけど、うん、じゃあこれをその会社に、まあ、あの親が生きてる時に赤字の会社に売ったとしましょう、はいはい、そうすると売った時の価格を決めなきゃいけないんですけど、はいはい、売った時の価格はまた分かんないので、ノリザロさんに聞きます。7000万ですって言われると、はい、この親が親から会社に7000万でコインを売ったことになります。はいはいはい、そうすると親はこの7000万で売ってて、買った時の金額分かんないので、こういう時で 5% だけ引かせてくれるんですよ。買った費用お金として、はい、そうすると7000万の 5% 350万引いた6650万円、これがコインを売った利益になります。会社に売った利益、はい、で、個人で昔からずっと持っているものなので6650万円の利益から50万円を引いて6600万円、これを半分にして3300万円、3300万円に対して所得税と住民税がかかります。はい、これはお給料など合算してかかります。かかっちゃうと、まあ、なのですでにまあお給料いっぱいもらってる人だと、まあ、大体まあ 55% とか言ってると思うんですけど、うん、これの半分ぐらいの税金できるので 27.5% ぐらいの税金を払うみたいな。払うと、そうするとどうですか、6300万だって、まあ、800万900万ぐらいの税金を払うことになります。はいはい、でこれは会社に移しました、はい、この会社赤字なのでコイン持ってるんですけど、赤字と、まあ、7000万のコインが会社にあります。例えば7000万の赤字が会社にありますってなると会社の価値ゼロになりますね、プラマイ、はいはい、なのでじゃあこの赤字の会社、あ、プラマイゼロになった会社を親から子が引き継いでもその時は税金かからないですっていう感じですね、はい、だ親がその上げた時の税金は払って、はい、ただ相続税という形の税金はかからない、はい、かからない。で相続税もどんどん高くなっていくので、そうですね、その6000万とかになるともう高くなっちゃいますね。で個人で別にね、コイン以外にも財産たくさん持ってると、はいはいはい、生前にこういう赤字の会社に売るってことをやっといた方がトータルの税金は安くなる可能性があるんですね。いっぱい持ってる人ほど可能性は、はい、安くなる可能性あると。相続税の税率最大 55% なんですよ、はい、もうそういう会社に売るとかやらずに死んじゃうと、うん、例えば究極コイン売って 55% 利益持っていかれちゃうんですけど、うん、だから6600万の半分で3300万税金持っていかれる、はい、でも生前に赤字の会社に移すとかやっておくと、はい、1000万いかないぐらいになると。そうですね、これはお得なんじゃないでしょうか。はい、まあ大きなコインを持ってれば持ってるほど、はい、お得にはなると。そうですね、大きなコイン持ってて赤字の会社を持ってたらこういうことができる可能性があるということですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次ですね、今度コインを売却、まあ、相続じゃなくて個人で持っててちょっと売却したいなという時なんですけど、まあもともと自分で何か収入がある人の前提、サラリーマンの前提ですけど、うん、サラリーマンが、まあ、さっきもちょっとお話いただいたんですけどね、そのまま売るよりもやっぱりプライベートカンパニー法人で売って、まあ、例えばその先ほどの経費を使って圧縮した方が、うん、まあ、それは安くできる可能性は高い、はい、高いってことですよね。そうですね、でやらないで自分で個人で売ってしまうと翌年の住民税が上がったりとか。あ、そうですね、そういうことはありますよね、はい、そういうことはあります。はい、はい、こうやって注意しましょうということと、もう一つですね、もうものすごいお金持ちの人しか多分関係はないんですけど、令和4年に変更になったんですかね、
に財産債務調査制度について、収入が、まあ、今ないような、まあ、例えば年金暮らしの方でも資産の合計が10億円になったら、まあ、これ結構そういうコレクターいるんじゃないかなと思うんですけど、あの国に申告しなければいけなくなったと、はい、令和5年から、はい、これについてはどうお考えですか。ちょ、まあ、いざっくりですけどめんどくさいこと始めるそうですね、どんだけ個人財産把握したいんだという話ですね。いやですよね、税金取る気満々ってそうですね、嫌な国だなって気分そうですね、お金持ってれば持ってるほどリスクが高くなるっていうことですよね、はい、まあ、税金取られるってことですね。そうですよね、はい、で、まあ、その時の、まあ、コインの場合、コインの評価の仕方があると思うんですけど、はいはい、例えば、まあ、よく聞く話なんですけど、ワールドコインカタログっていう、うん、まあ、コインのカタログがあります、まあ、これは、ね、ちゃんとした本なので、あのコイン業者さんはみんな使ってるんですけど、まあ、そこのカタログに載っている、まあ、ちゃんとした値段で、資産価値を見積もるっていうのは正しいやり方と、はい、いうことを認識で大丈夫ですかね、はい。まあ、これ現在あの税金の穴になっちゃってて、はい、例えばそうです、ね、1億円の世界に1個しかないコインがありましたと、うん、はいはいはい、なので希少性が高いんでプレミア価格がすごいついてると思うんですけど、うん、はい、これワールドコインカタログで評価すると、はい、いくらぐらいの評価になりますか、ね、いや1億円のやつ、まあさすがに1億円のやつはそんなにとは思うんですけど、なんか多分 2,3 千万とかだったりする可能性あります、はい、あの出版年度がちょっと何年か前だと、はい、そのことも、まあね、そういう本当の時価とあの専門家が鑑定する金額に乖離がものすごくあると8割ぐらいある場合があるかもしれないです、はいはいはい、このぐらい乖離してるんですけど、はい、現状これでいいよってことになってます、税金のルール上ですね、はい、OK になってますし、はい、税務調査でも通ってます。それで、あ、はい、これは税務署もそういうなコイン、世界に1個しかないコインの価格を評価できないの で、 そうです、ね、あのリトロフトみたいな専門家にこのコインの金額鑑定してください、はい、でこの金額を鑑定するときにコインの業者さん、僕も、ね、何人かお付き合いありますけど、はい、皆さんこのワールドコインカタログを使って評価してますそうですね、はい、だからもうそれしかできないですね。そうですね、まあ、客観的なデータというか、まあ、しっかり載ってますんで、はいはい、もうそれしか見れるものがないんで、うん、しょうがないって感じですね。これは分かりました、はい、だから現状しょうがないって感じで通ってます。あ、分かりました。で、例えばじゃあそれは鑑定した、まあ、XF とかそういう載ってる場合は参考価格ありますけど、裸コインの場合はちょっとカタログになかったりするんですけど、はい、そういう場合はどうなっちゃうんですかね。まあ、どうですかね、数百万の、ね、コインだったら、はい、まあ、あのもう専門家にいくらですかって聞いて、まあ、いいねというか、いいねになっちゃいますね、はい、まあそうですよね。でもまあやっぱり、まあ、何億とかのコインになっていく、何億の裸コイン、はい、まあ、あるかどうか分かんないですけど、そんなコイン、はい、何億とかの裸コインがあった時に、はい、裸コインだとやっぱグレードによってね金額が全然変わってきちゃうと思うので、うん、結構変わりますね、はい、もう多分税務署も究極なんか鑑定取れとか言うんじゃないかなって気がします、ね、ありえると、そういう話は、はい、あ、でもまあこっち鑑定費用がかかるじゃないですか、じゃあ鑑定費用出してよってことになります。だってあなたがね、どっちに責任があるのかな。そうですね、コインとかこういう金額が、例えば1億なんですけど、こっちはまあ2000万って持ってるとするじゃないですか、はい、でも税務署がいや実は違うと思うなって思ってる時に、うん、これがもっと価値があるっていう、はい、まあ、あの証明する責任って税務署側にあるはずなので、うん、はい、税務署に、いやだってその責任はあなたでしょう、私は例えば紀太郎さんに2000万で評価をされて、はい、それが正しいと思ってます、でも違うっていうならその証拠持ってきてくださいって話なので、まあ、その証拠を出す義務は向こうなので、向こうがお金出してやるのかな、あ、はい、でもまあね、あ、でもまあその場合はどっちかって言ったらもう業者でいいやって、こっちは業者で行きたいです、ね、思うかもしれないですね。あ、そう、それもありますね、はい、まあ、裸コインでも一緒ですね、基本は業者のそういうあの意見が価格になるんですけど、はい、業者の意見って仕組み上安く出ちゃうようになっちゃってるので、まあ、はい、でも傷物リスクがありますからね、はい、結構そうですね、見ても分かんない傷物が、ね、はい、あるんですよ、はい、これはまあ鑑定出さないと分かんないので、はい、
まあ、そういう仕組みをそもそも税務調査に来た人がそこまでコインのことを知ってなきゃもう専門家の意見で言っちゃうと思います、はい、でもそういうことまで知ってる人が来ていやこれ本当は価値あるだろうって分かってる人だと、はい、そういうことまでやろうとするだろうと。分かりました。それで税金狭くなれば変わってくると思うので、はい、分かりました、はい、で、あのちょっと私の究極なんですけど、あの銀貨とか銅貨で見た目が結構小さくて、うんうんうん、大したことなさそうなんですけど、うんうんはい、めちゃくちゃ高いやつがあるんですよ、うんうんうん、その裸子今多分税務官は分からないですよね価値は金貨のでかいやつだとまあ高そうなって思いますけど、うんうん、分かんないですね。こんな銀のやつはどうぞって感じですかね、はい、僕もなんかあのリディアコイン持ってますけど、ああちっちゃいですね。こんなんです。確かに、まあ、あれはちょっと有名かもしれないですけどね。ね、世界最高なんで。ですけど、どうかなんかわかんないですね。まあそうですね。わ、はい、かりました。ありがとう。あ、まあとはじゃああとはあれですね。持ってる方は子供にちゃんと価値を伝えておいてほしいですね。ああ、そっちのリスクが一番。子供もわかんないじゃないですか。はい、なんだこの汚い。はい、いや本当ですね。いやそれは絶対に必要だと思います。はい、確かに。ね、あの買い取り屋とか持ってくる。いやいや。本当はあの、はい、安く買い叩かれちゃうから。はい。あの最悪なパターンです。買い取り屋の FC ちょっとやろうと思って、あ、話聞きに行ったことがあるんですけど、はい、究極客がわかんないならもう1割以下で手付けしようとか言って普通に言ってるんで。おなんか200万のものを20万で仕入れたぞとか、なんか自慢げに言ってます。じゃあもう被害者がそこにいるってことですね。まあ分かんないとそうなっちゃいますね。なっちゃいますね。それはあの一応私の宣伝というか CRI コインカードって言って、ちょカードに、まあ、その調べた時の、はい、落札額みたいなのをしっかり載せているやつがあるんで、まあ、そんなのを使ったりして、あの自分がいつ死んでも大丈夫なようにしておくのは大事かもしれないですね。わ、はい、かりました。じゃあ今日はいろいろと税務のお話を聞かせていただきまして、どうも、はい、ありがとうございました。こんなに良かったですか。もうあの楽しい話を聞けたので、はい、ちょっと参考になったんじゃないかなと思います。はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。